なるまで見ていた。24/7 cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table. ただいます。今私は石川県にいて、なんかさ、みんながさ石川県来てくれたりするときに、石川県今いるんですけどどこか美味しいところ教えてくださいとかみんなから DM いただくので、今日はなんか私がご飯食べるところとか好きなところとかいろいろまとめたいと思います。動画にしてみる。で、今から行くところは今朝なんやけど、朝はパンを食べようということで、駅から近いよね。近いね。駅からバス1本で、あ、ね、バスで行けるようなところで、ひらみんパンっていうパン屋さん、朝ごはん美味しいからみんな朝ごはん食べに行ってみて。でも超行列に並ぶかも。今も並んどるかな。着いた。ここはひらみんパン。あんバターサンドめっちゃあり。なんかこんなね、街中にある川の河川敷でパン食べたいと思います。なんかね、ここ来たらさ何思い出す？体育祭の。やっぱフランスパンの、フランスパンの何？あんこ。いただきます。親知らずやからさ、硬いのいけるか。ちょっとちぎりますね、すみません。カレー食べてきます。ここなの。すごい素敵じゃない？私初めて食べる。すごいね、こんなところにカレー屋さんがあるんやね。いい匂い。中盛りサイズにする？普通か多いかってことある？クヌンカレーの中盛りサイズで、ギリシャヨーグルト。あ、はい、これ最後考えてもいいですか？最後でもいいですよ。じゃあこれ追加お願いします。じゃがいものピクルス。じゃがいもを一つ。はい、めちゃめちゃ遠とったよ。めちゃめちゃ遠い。うちらの範囲。ごちそうさまでーす。ごちそうさまでーす。あの、東京のお友達にここがいいよってお勧めされて、めっちゃ通ってたのに初めて知りました。また来ます。またお願いします。かわいい。茶屋街に来ました。ねえねえ、みんなこのさ、佃煮絶対買って。これが美味しいの。お土産で絶対ここ買いに行く。ありがとうございます。やばい、反応わからん。今年金沢のさ、桜も見れんかった。見た？見てない。見に行ってない。もったいな。
美味しそうじゃない？笹寿司食べれるよ。ここでご飯食べてました。めっちゃ緑が綺麗、気持ちいいね。いっぱい緑がいっぱいで美味しそう。山芋キムチ食べたい。食べよう。山芋キムチってめっちゃ美味しいよね。ジョハラミ、ジョハラミ、はい、ついてどうこれを、ごちそうさまです。ありがとうございます。美味しかった、ね、ありがとう。全然着いた。素敵。私の大好きなツバメやってきました。これ夜もあるよ。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。リンゴ飴だけでもテイクアウトできるから食べてみて。美味しいよ。あ、百万石祭りか。もう、あ、そう、これがサウナ後に一番飲むといい飲み物。これ買いたいぐらい。ちょっと飲んでみよう。え、こっちか。こっちおすすめです。どっちかっていうなら、こっちですか。ピンクかな。こっちですか、うん、なんでですか。ピンクの方が処方が最新なんですよ。だから最新技術を使ってます。めっちゃかっこいい。いいっすね。配送してもらいます。ありがとうございます。いただきます。うまっ。え、おいしい。ありがとうございます。今日はモンブラン食べたくて、あの茶屋街にさ、栗が甘すぎて美味しいモンブランがあるから、そこに向かってます。すごい。いただきます。美味しい、うん、ふわふわ。今から丼を食べていきます。やっぱ金沢と言ったらお魚が美味しいから丼食べてほしいんやけど、もりもり寿司って言ってお寿司屋さんがあるんやけど、そこ毎回人気なのね。もりもり寿司の隣にもりもり寿司の丼屋さんがあって、その丼が本当に美味しいから、しかもそっち混んでなくて、で1000円台で食べれて、ちょっと行くとさ
やっぱ観光地価格で3000円とかするんよ、丼でね。私が高校生の時から食べとった1000円の丼をみんなに食べてほしい。本当にマジで美味しいよ。じゃあいきます。これこれこれ、このカニ味噌も美味しいよ。あとこれ高校の時絶対これやった。すげえ、ホタテとかも。ありがとうございます。ごちそうさまです。もう一個しよう。え、全部玄米やったけど、大丈夫？うん、玄米と白米選べるよ。はい、950円です。1000円でお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい、これですよ。このサイズ感とこの愛情、いただきます。うまい。うまい。マジで美味しいよね。牛しぐれ煮と唐揚げ、いただきます。今から小松っていう、なんか石川県って金沢が駅やん。駅がある金沢やとしたら、上の方に能登があって、下の方福井とか寄りの方に小松ってとか加賀があるんやけど、その下の方をちょっと今日はお茶とかカフェとか可愛いお店が小松の方にたくさんあって、今から行ってきます。レッツゴー。意味見えなくなるまで、本当に小さくなるまで見ていた。あなたが好きだったの、時間やってくる。そして超汚いね。拭いていいかな。ハエがさ。うちら言うてさ、ご飯さここぐらいよね。うん。他カフェとかいいよね。うん、だけ。おいしい。やばい。聞こえる？もうって。牛のモーっていう声聞きながらさ、ジェラート食べる。うん、おいしい。食べて。最近めっちゃ不意にジェラート食べたくなる時ある。アイスじゃない、ジェラート。ジェラートの方がいいよね。うん、溶ける。一生食べれるジェラート、飲んでしまう。なんと今から会員制のお茶、ティートンっていうところ、小松にそれがメインなんですけど、一番最後にね、そこでお茶して今日は終わりたいと思います。ありがとう、美味しかった。ジェラート美味しかったよ。食べた？ありがとう。
ってきた。足一本だしね。だから両脇にこんな意義あるじゃない。飲みやすい。美味しい。ティートめっちゃ良かったよ。もう全部にこだわっとって、ちょっと贅沢したいなっていう時におすすめです。会員制やから会員費とかかかるけど、本当に行く価値ある。今日はここ麺と餃子がしかないところ、メニューがいいね。チャーシュー麺、本国では1億円します。美味しそう。美味しい。ごちそうさまです。美味しかった。これかめっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。はい、チーズ。いいじゅ。えへへへ、かわいい。あったー。じゃあ、ママ座るけど、ママ座ろう、そっか。親知らせってコンディション悪いけど。ちょっとこれ、スイカじゃない？乾杯。塩つけて食べたら美味しいよね。ね、めっちゃ美味しい。これこれ食べる？夏感じるわ。